プレミアか。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。先手を取ったのはアルフォンスプレイ、そして5番手に10番パラドックスイリアであります。ブラッドインフェルノ、そしてその後ろからシャーロット、その外からは絶対11番山本プライド、ゲピサがそのうちにいます。外から1頭ウクレレバティスルタが並んでいます。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。瞬殺のライド、ちょっとピンチか。まだ先頭アルコンスプレイパラドックスイリアが2番手、8番シャーロット、緑の帽子パラドックスイリア、この辺りで先頭はパラドックスイリア、内から懸命にアルコンスプレイパラドックスイリアが独走、1着パラドックスイリア、2着レンダーバール。1着当番、2着14番、3着1番以上のように確定しました。